ウランガラス製のケーキザラ紫外線で蛍光を発する、ウランガラスウランガラスとは、極微量のウランを着色剤として加えたガラスである。美しい蛍光緑色を呈する。ヨーロッパが発祥で、食器や様々な日常雑貨が作成された。ガラスにウランを混ぜることによる黄色や緑色の色彩を持つ透明なウランガラスが製造され、始めたのは1830年代で、 ウランが原子力に利用されるようになる1940年代までの間にコップや花瓶、アクセサリーなどの各種のガラス機がヨーロッパ及び米国で大量に製造された。現在では民間でウランを扱うことが難しいために新たなものは極少量が生産されているに過ぎないが骨董、アンティークとしてファンも多く高値で取引されている。ウランガラスはドイツ語の読みで英語では バセリングラスと呼んでいる。黄色いウランガラスの色が、バセリンクリームの色と似ているから、とされている。ウランガラスの色は、黄色と緑色がほとんどであるが、ピンク色、水色、青緑色、茶色、なども存在する。ウランガラスの最大の特徴として、真っ暗闇の中で、紫外線ランプで照らすと緑色に怪しく輝き、傾向を発するという点が人々を魅了してきた。 似た特徴を持つ石として、含まれる不純物によって、紫外線で紫色に傾向するものがあるホタル石があるが、ウランガラスは紫外線を受けると緑色に傾向する。昔は紫外線ランプはなかったが、夜明け前の空が青色の時には空に紫外線が満ちているので、この時にウランガラスが傾向を放つことによりこの特徴が知られるようになった。 そもそもウランガラスが製作されたのは、黄色の発色剤がウラン化合物であったためであり、蛍光現象は偶然見出されたものであった。人工的に紫外線を照射する技術がなかった。発明当初は朝焼けや夕焼けの光に当てて、蛍光を干渉していたとされる。ヨーロッパでは、最初にウランガラスが発明されたボヘミア地方が最も盛んで、その後、英国、フランス、ドイツ、 ロシア、イタリア、スウェーデン、フィンランドなどで生産された。米国では、フェントン社、ボイド社などの有名ガラス機メーカーが知られている。現在では、米国及び、チェコで、わずかな量のウランガラス製品が、収集家向けに製造されているに過ぎない。市場で出回っているのは、ほとんど骨董品であるので、購入するには、骨董市などを巡ることになる。その後、紫外線を、 可視光に変える傾向現象を利用して照明の輝度を高めるために照明の多いとして使われるようになり特にアメリカでは鉄道車両の灯下照明用として多用されたアメリカ系の第二次世界大戦中のガラス送信管特に i m a ク社製のものには内部電極の引き出しにタングステン棒が使われたがそれと膨張係数の合うウランガラスがシール部分に多用された なお、電子管製造業者の間では、ウランガラスとは呼ばずにウラニルガラスというのが一般的である。引き出しステム部の美しい緑色の蛍光ガラスはアンティーク送信管としてオブジェにもなっている。前商等にウランガラスのレンズが使用されたケファン。六百系日本では、岩木ガラス、島田ガラスなどがウランガラスの食器、ガラス工芸品を製造しており、大正から昭和にかけて、 国内産品が大量に作られた。さらに、小糸製作所は、戦前の SL や、電車の全消灯にウランガラスを使用していて、現在、京都鉄道博物館に展示されている一部の、機関車にもウランガラスの全消灯がついている。日本のウランガラス製造も、第二次世界大戦で終わった。しかし、2003年になって、岡山県人形峠で、 人形峠の日本産ウランを使用したウランガラス、妖精の森ガラスが開発された。2006年に開館した現地の妖精の森ガラス美術館で所蔵品のウランガラスとともに日本産のものを見ることができる。ウランガラスのウラン使用率は1ラムあたり1ム程度であり放射線量の目安は グラス100グラムあたり数千1万ベクレル程度と必須ミネラルのカリウムにわずかに含まれる同位体のカリウム40の体内蓄積量から放射されるのと同程度で人体への危険性は基本的にはわずかであると考えられている。ありがとうございます。